はい、それでは続きやっていきます。まず説明からですね。ヒント、操作、まあクラシックコントローラーを使用します。まあこの辺はまあ私が見とけっつう感じなんですけど、まあ一応表示は少ししておきます。ヌンチャク、横持ち、縦持ち、クラシックスタイル、まあいろいろできるってわけですけど、まあホームボタン、まあそりゃ効かないときはありますよねって。ターン行動とは、自分とモンスターが交互に行動するのが不思議の誕生のルールです。自分が行動すればモンスターも行動し、自分が止まっていればモンスターも動きません。ピンチになったときにも持ち物などを確認してじっくり考えてから行動しましょう。道具について、道具は仲間全員で共有しており、基本的には30個まで持てるようになっています。ただそれぞれの装備品があるのでそんな多く感じないです。不要な道具は蔵に預けたり売ったりして、仲間のことも考えて持ち込む道具を決める。未識別の道具とは、紅白の草のように名前や効果がわからない道具。識別の巻物を使って名前や効果を調べてみる。また実際に使ってみて判断することもできる。効果が分かったら名前をつけてみる。あ、分かったわ。ああ、そう、識別のレベルっていうのがあって、まあ完全に未識別が黄色。識別1、名前や効果は分かるが、呪いや祝福が分からない状態。識別2、名前や効果や呪いが分かっている状態。まあ識別2か、完全な識別ですね。識別1っていうのが、まあ大体あの武器や盾、がそんな感じになるんじゃないかなって思います。こっちはないよね。呪いと祝福。呪いとは、道具が呪われると赤文字になって使えなくなる、能力が発動しなくなる、装備を外せなくなるといったことが起こる。お祓いの巻物などの道具を使って早めに呪いを解く。祝福とは、道具が祝福されると道具の効果が上がる、呪われるのを防ぐといったことが起こる。ただ使用していると祝福の効果が消える道具もあるので大事に使う。武器や盾のプラスやマイナス。武器や盾についているプラス2やマイナス1は、強化や弱化されていることを表している。プラスの数値が大きいほど強くなっていき、マイナスが大きくなると弱くなっていく。また強化できる限界はそれぞれ違うので、道具から捨て目を見て確認しよう。また強化の限界は道具成長で増やすこともできるぞ。合成。合成について1。まあ、合成の壺に、武器、盾、腕輪で同じ種類の道具が入っていれば、先に入っていたものが基本となり、後から入ったものの印や強化値が合成される。印っていうのはまあ特殊効果っていう感じですね。杖は同じ杖のみが合成されて使用回数が増える。ただし10回以上使用できる杖を合成するには特定の条件が必要である。本編クリアしないと10回以上増やせないみたいです。合成について2。武器、盾、腕輪に付加できる印の数は、合成元となる道具によって決められている。印は同じ印を2つ以上重ね掛けできるものと、重ね掛けができないものが存在する。重ね掛けされた道具は、印が1つの時よりも効果が高くなる。合成の例。合成の壺に木工の盾プラス1を入れてから、腹持ちの盾プラス2を入れると、腹の印の効果を持つ木工の盾プラス3ができる。まあ、お腹が減りにくくなる木工の盾ができると。合成の壺に場所替えの杖4と場所替えの杖3を入れると、合成された場所替えの杖7ができます。まあ、回数が増えますということですね。同じ杖の2、流脈と道具成長。流脈とは、画面右上に脈と出ているダンジョンには流脈と呼ばれている特殊な地形が存在する。この流脈に道具をお供えすることで道具を成長させることができる。ただし流脈は一定ターンが過ぎると部屋をランダムで移動していくので、結界の分け目で移動を止めなければならない。流脈はまあ中盤ぐらいで出てきます。しばらくパート数かかると思います。結界の注意点。結界の巻物を読むと、部屋中の流脈に結界が張られる。結界を張った時に内側にいると強制転移する。結界ができる範囲内に壁や水などがある時には結界は張れない。つまり、まあ、部屋の真ん中とか、もしくは広い部屋でやるのがいいですね。最大40まで重ね掛けすることができて、道具成長の単数を短くすることができる。
結界の中にキャラクターが侵入すると、龍脈と一緒に結界が消えてしまうので注意しよう。この結界を壊すのを優先するモンスターもいます。道具成長の簡単な流れ、龍脈を見つけ道具をお供えする。その、した瞬間に、その、龍脈がワープしてしまうことが割とあります。結界の巻物で龍脈に結界を張る。結界を張った状態でターンを経過させる。お供えした道具が成長する。結界に入り道具を回収する。ただし、結界と一緒に龍脈が消えてしまう。新しい龍脈を探す。まあ、基本的に風が吹くまで、まあ、結界壊されないようにしながら、ターン経過させるっていうことですね。龍脈フロアの記録。物語が進むと、龍脈フロアの状態を記録することができるようになります。記録されている時には、龍脈フロアのないダンジョンへ進んでいる間も、道具成長が行われるようになります。うまく活用すれば、一気に成長した道具が手に入ることになります。ということで、強化は比較的簡単になります。ということで、仲間の動かし方。自分が操作していない仲間は、作戦や心得に応じて自動で行動してくれる。その時々に応じた指示を出していくことで、冒険の大きな助けになってくれる。主に仲間の移動についての指示を出せて、その場で待機、間を空けて歩くなどの移動をさせることができる。BL ボタンで、作戦メニューへ仕事がすることで、詳しくは各作戦の説明に書いてあるぞ。仲間も罠を踏みます。今作は。まあ、仲間イコール主人公って感じで、もう、一通りのキャラ、まあ、三人ですけど、動かすことはできます。心得とは、主に仲間の行動についての指示を出せて、石を使う、モンスターに杖を使うなどの行動を細かく決めることができる。詳しくは各心得の説明に書いてあるぞ。操作キャラの交代、操作するキャラを交代するにはマイナスボタンかメニューウィンドウの仲間から選ぶことができる。ただし状態常時には交代を行えば場合もあるので注意しよう。全員操作モードとは、B マイナスボタンかメニューウィンドウの仲間から仲間を自分で操作できるようになる。ただし全ての行動ができるわけではない。ピンチに操作キャラの交代と合わせて使うことでうまくピンチを乗り越え切り抜けよう。この全員操作モードは結構重要です。状態とは仲間の状態を確認できる。いろんな状態異常があり、状態異常中は行動が限定されてしまう。主に状態異常は回復道具を使用、次のフロアに行く、ターンを経過させるによって回復することができる。記録について、フロア日記の種類。はい、イージーかノーマルによって少しフロア日記が変わる。めちゃめちゃ変わると思います。はい、倒れた時もリセットすることで、最後に記録したところから再開することができるのがイージー。倒れた時に道具を失った状態で再開するのがノーマルです。記録の方法、ワールドマップで記録数を選ぶと、フロア日記に今の状態が記録される。中断とは、ダンジョン内での記録は中断となり、一時的な記録となる。冒険を再開すると中断した記録は消えてしまう。そのため何度も同じ中断の記録から冒険を再開することはできない。ここは注意ですね。ダンジョン豆知識、装備品の共鳴、武器、盾、腕輪の装備する組み合わせによって装備品が光を放って共鳴する。共鳴した装備品は特殊効果を発動する。共鳴の例、聖堂の立ちから聖堂の甲の盾で武器盾の強さがプラス1されます。しょぼ。モンスターの属性について、今作の特徴として、モンスターは主に見た目の色によって属性がついていて、属性固有の特殊能力を発動することがあります。モンスターの属性はマス目表示の色で確認できます。まあ、方向転換とかで確認できます。状態異常を受けているときは、通常の2倍の確率で属性能力が発動するので、油断はしないようにしよう。これ、モンスターが状態異常を受けているときなのか、自分が状態異常を受けているときなのか、あるいは両方なのか、どうなんですか？両方かな？まあいいや。属性の種類と特殊能力。木属性が直接攻撃に満腹度を減らす追加効果。鋼属性がダメージの何割かを弾き返す。バトルカウンターみたいなものですね。影属性がダメージを一モイドで回復に変える。これダメージが全く通らなくて逆にちょっとだけですが回復されます。熱属性が直接攻撃が突っ込んで刺激になる。まあ、タウロスとかそんな感じの能力だと思ってください。地属性が
直接攻撃は必中になります。貴族性が杖の効果を無効化することがあります。原属性幻、直接攻撃や遠距離攻撃をかわす、かわすのは、まあ、矢とかかわしたらその後ろに飛んでいくみたいですね。雷、直接攻撃に金縛りの追加効果、これはひどいです。まあ、痛恨もひどいんですけど、土属性が姿を消して移動する、まあ、一時的にエーテルデビルみたいな感じになる。ただしフラフラ移動になるとは限らないかなっていう感じですね。ほんと熱属性が特に個人的には大問題で、例えば洞窟守る、赤いですよね。はい、痛恨やってきますよ。そんで固定ダメージ以外は1になりますので、まあバトルカウンターぐらいは欲しいかなっていう感じで、あとは、まあ、ギタン守るもう雷属性で2倍速で、しかも金縛り追加効果で、ああ想像したくないやっていう感じになりますね。恐ろしいですこの属性。モンスターには様々なタイプが設定されている。モンスターのタイプには浮遊系、亡霊系、ドラゴン系などがある。まあ亡霊系、いわゆるゴーストタイプって感じですね。ゴースト、うん。モンスターのタイプによっては効力のある道具も存在するので、いろいろ試してみる。特殊な床について、これが結構独自な要素で、通常の床や罠とは違い、特別の効果のある床が存在する。床の種類には杖を使うことができない床、巻物を使うことができない床、道具を投げても1マスしか飛ばせない床などの床がある。いないな床を見つけたら気をつけよう。罠について、プレイヤーや仲間が罠を踏むとプレイヤーや周囲に様々な効果をもたらしてしまう。罠には回転盤の罠、混乱してしまう、影縫いの罠、移動ができなくなる、装備不意の罠、陰や強化値が封じられるなどがある。攻撃を行って主人公の前方に罠があった場合は発見することができる。この罠なんですけど、あの大型地雷とか地雷って周囲にも効果があるじゃないですか。それと同じように、あの幻覚ガスとか眠りガスとか、それかあの大幻覚ガスと大眠りとか、そんな感じで効果がひどい状態以上の罠もあるんです。怖いです。結構えげつないです。肉について、モンスターの肉を食べたりぶつけられたりするとそのモンスターに変身することができて、モンスターの特殊能力を使うことができる。モンスターの肉は特典道具でモンスターを倒すと入手できるぞってなってるんですけど、おそらくまあ本編クリアかなと思います。ダンジョン豆知識2、インについて、武器、盾、腕輪についている特殊能力をインと呼ぶ。インは合成によって一つの道具に求めることもできるが、道具によってインが入る数が決まっている。また一つしか入らないイン、必中インなど、いくつも入れられるイン、腹のインなど、打ち消し合うイン、3のイン、8のイン、3方向、8方向、消滅してしまうイン、ねのイン、まあ、ど根性っていうインですね。様々な種類があります。奥義について、武器に奥のインをつけると攻めの奥義を出せ、縦に奥のインをつけると守りの奥義が出せ、まあ、奥のインか。インのついた道具を装備した状態でメニューウィンドウから奥義を選ぶと各キャラ固有の奥義が出せる。奥義を使うとインは消滅するので、ここぞという時に使おう。この奥義なんですけど、まあ、そこまで強力な効果でもない気がしますね。まあ、私あんまり使わなかったですけど、道具を投げる、基本的に回数が0の杖は投げ当てることで魔法弾を当てた時と同じ効果が出る。また草の中にはキャラクターに投げ当てても効果が出るものがある。まあ基本ですね。水や空の地形では斜め移動で角抜けすることができる。また水や空の地形には特別な力がなければ進むことができない。買い物、ダンジョン内のお店では欲しい道具を拾ってから店主に話しかけることで道具を買うことができる。自分の道具を置いて店主に話しかければ売ることもできる。お金を払わずに道具をお店の外に持ち出すと泥棒になってしまうので注意しよう。突風、同じフロアに長い間いると突風が吹いてきてゲームオーバーになる。突風が吹く前に何回か警告があるので、突風が吹かないうちに急いで次のフロアに進みましょうということです。もうこれだけで15分くらいかかってんだよな、困っちゃうな。
ここへ。さぬきの森。じゃ、もう時間経っちゃってるんで、ダンジョン次で。すいません。やっと入るよ、次。それでは、ご視聴ありがとうございました。